お疲れ様でした。ありがとうございました。第1グループ発走しました田中圭司のインタビューでした。これから第2グループです。上着を脱ぎました羽生結弦。第2グループ6人が滑走を行います。イスラエルのアレクセイ・バイチェンコ、そして日本の日野龍樹が2番目の滑走、3番目にカナダのエラジ・バルデ、そして4番目に登場日本の羽生結弦です。その後がアメリカのグラント・ホクスタイン、カナダのナム・ニュエンです。昨シーズンドイツで開催されたラバリアンオープンでは銅メダルを獲得しました。プリンスのステージ衣装をイメージしたというこのコスチュームです。2013年からグランプリファイナル連覇、今シーズンは第1戦のカナダ大会で2位、今コンビネーションを軽やかに決めました。